日本の皆さんお疲れ様です。応援ありがとうございます。昨日の予選で、転倒して、バイクの下敷きになって、お尻にやけどと内身とあと親指の、打撲で、今日は走らないんですけど、まあ、とりあえず今は治療に専念して、次の来週のドイツに向けて、回復をなるべく早い回復をさせることに専念して、今は今日は勉強します。まあ、いろんな応援してくれる人のために走りたかったんですけど、今日はちょっと難しいんで、精一杯勉強して、次につなげますんで、また応援よろしくお願いします。